はい、こんにちは。小5の英語ですね。次回まとめのテストっていうことになりますでね。まあね、次回はね、もうこの、何ですか、テキストね、もう全ての範囲からということでね、出していきます。はい、ですのでね、まあなかなかね、どこを勉強しようかということになるわけなんで、まあ、最後のね、総まとめテストというのが46ページからありました。ね、ですので、そんなところね、ちょっとね、確認しておくといいんじゃないかな、なんていうふうに思いますので、その部分の、まあ、大きく2つですよね。ここをちょいと紹介しておこうかなというふうに思っております。はい、ではまず1番。1番はね、まあ、各地から各国語、ね、まあ、いわゆる挨拶、結構最初の方でやりましたね。はい、あ、い、う、え、おでね、まあ、それぞれの日本語出てますので、どの意味に当たるのかなっていうことでございますわよ。はい、するっていうとね、まずは1番、How are you? ね、How are you? まあ、中身としてはというか選択肢としては、おはようございますね、はじめまして、さようなら、ご機嫌いかがですか、それから元気です、ありがとう。で、なんていうようなものが、あ、い、う、え、おということであるわけだね。まあ、わかりそうなものから入れていくっていうんでもいいんだけれどもだ。はい、ここではですね、まず、How are you? ね、How are you? どの意味だと思います？どの意味だと思います？はい、するってと、ここはね、はい、How are you? うん、えを入れてあげるのが良さそうです。ご機嫌いかがですか？なんていうことで、How are you? とね、いうことでございました。まあ、それに対しての答えみたいな感じになってくるかな。これはクエスチョンマークじゃないね。はい、ということで、fine, thank you. で、fine, thank you. なんていうふうに書いてありますね。はい、ですので、まあ、今のね、ご機嫌いかがですかに対して、fine, thank you. まあ、thank you でよく、ほら、ありがとうなんていうのも聞いたことありますね。まあ、そんなことからもね、はい、なんか、あ、おが選べそうだな、ね、なんていうふうに思ってくるわけでした。それから、good morning, good morning, good morning. ね、もう音を聞いてしまえば、もうあれですよね。はい、ということで、あの、おはようございますね。はい、それから、goodbye, goodbye, goodbye. ね、やはり音を聞いてしまえば、ね、もう、ああ、もううしかねえなとね、いうのはね、分かってくる。はい、それから、nice to meet you. ね、nice to meet you.ナイスミーチューね、これね、まあ、一続きでですね、この、はい、まあ、残ったといえばそこまでになっちゃいますけれどもね、はい、いの、はじめましてという意味になってくるということでございました。ちょっとこのね、挨拶的なものの表現、ね、こいつ久しぶりになりましたのでね、まあ、改めて確認しておきました。はい、また続きではですね、今度はここの空欄にね、何か言葉を入れてくださいませよということなんだね。私は音楽が好きですとか、私はつとむですとか、いわゆる主語の後に入る動詞という言葉を入れてくださいということなんだね。動詞、まず最初にやってきたのは、am とか is とか are とかっていう、be 動詞っていうやつでしたね。だからまず、am なんだか you なんだか are なんだかっていうのを入れる文章か、または、もうね、ごく最近、一般動詞というのでね、やれなんか3つぐらい紹介してきたんだけれども、その一般動詞を入れる文章なのかということでの判断と、ね、いうことになるわけです。ね、はい、そこでは、ね、まず括弧1です。私は音楽が好きです。はい、私は音楽が好きです。はい、ということでここでは好きという意味の言葉を入れてあげるのがいいかな。はい、例えば愛だからといって、おお、I am とか言ってね、 am が入れちまうと、私は音楽ですになっちゃうからね、あんた音楽ですかっていうのもおかしいので、はい、ここではじゃあ好きということでね、はい、好きって何でしたっけ。はい、 like でしたね。はい、ですので I like musicね、I like music. はい、私は音楽が好きです。なりました。はい、続いて私はつとむです。ということですね。はい、私、まあ自分の、まあ、名前みたいなところでね、つとむなんですよっていうことです。はい、ですから今度はだ。ね、今度はいわゆる B 動詞、am を入れてあげて、I am つとむ。ね、I am つとむでいいわけですね。はい、これで私はつとむです。となったわけですね。はい、これは椅子です。これは椅子です。やはりこの何々ですというような意味で持ってくるのが B 動詞。はい、this の時って、まあ、先ほど I の時は am を持ってきた。はい、this の時は is なんちゅうのを持ってきてあげてね。はい、this is a chair ね、this is a chair ね、これは椅子ですなんていうことになりました。今度は4番、私は椅子を持っています。はい、そうなんです。今度はね、持っているというような意味のね、動詞を入れてあげたいんだ
ね。先ほどは好きということで like を入れたんだわさ。あなもんで、まあ、やはりねここも持っているという意味の何か言葉を入れてあげたい。さあ持ってるという動詞は何でしたっけ。はい、 I have でしたね。 I have a chair ね。 I have a chair ね。はい、こんな具合でございました。そしてあなたはケイコですということになりましたね。はい、先ほど私はツトムですに似てますね。はい、ですので今度はね、いわゆるその B 動詞を入れてあげるね。はい、I の時 am でしたが、 You の時は何を入れたっけってことで、はい、 are を入れてあげた。はい、 You are ケイコね。 You are ケイコ。はい、こんな具合でということでございましたということですね。単語、うん、対策プリントにありました、まあ、月とか曜日が中心だったですかね。はい、あれ必ず出ますね。あとは、ね、対策プリントにあった日本語訳、和訳です。それから、英作文のね、もう予告したもの。まあ、あのプリントの中からとにかく、まあ、出しますよ。そしてプラスこのテキストでね、はい、まあ一応全範囲ということにはなってますが、やはり、怪しいのは最後の総まとめテストのところかな、つまりこの辺かなっていうことになるわけでして、さあここら辺をぜひとも確認しておいてくださいねと。でまあ当然他のね残りの問題なんかもね、確認しておいてくださいねということでございました。ということで、次回、まとめのテストです。ぜひとも。ここのとこちょっとね、100点が出てないね、99点とかっていうことで、惜しいところで終わっちゃってますんで、ぜひ100点目指してみてください。もせということで、頑張りましょう。では、また。